皆さん、こんにちは。車好きなデザイナーのアタルです。今回の動画は、ちょっと遅れてしまいましたが、LBX のMozo RR コンセプトについてデザインの解説をしていきたいと思います。この車は、今回突然オートサロンに合わせてレクサスが発表してきた1台ものコンセプトモデルです。しかし、ただ見た目をスポーティーにしただけではなく、しっかりと中身までしっかりと作り込まれています。今回、GR ともに非常に話題になった車だと思うので、しっかりとデザインを見ていきましょう。また、オートサロン関連の動画は再生リストにまとめているので、ぜひそちらも合わせてみていただけると幸いです。それでは早速、デザインの解説に入っていきたいと思います。LBX のMozo RR コンセプトですね。私は以前 FD2 のシビックに乗っていたので、RR ではなくて WR って読みたくなっちゃうんですけど、実際正しいのはどっちなんでしょうね。ちょっと読み方がどこにも出ていなかったので、今回は RR ってしておきます。この車は、1.6L のヤリスと同じ GRR ヤリスと同じで、3気筒のターボを搭載しています。そして、四駆ということで、めちゃくちゃハイパフォーマンスですよね。WRC で培った四駆の制御だとか、エンジンの性能だとか、そういうものがね、ギュッと詰められていて、それに加えて、今回新しく登場した初速 AT というのが組み込まれています。もちろん、この小さくてラグジーのハッチバックに対して、この性能が需要があるかどうかというのはまだ疑問なところもありますが、アウディにも RS3 みたいな非常にスポーティーなハッチバックのシリーズがあったりするので、あの辺と同列というか似たようなコンセプトだと考えると、ちょっと受け入れやすいかもしれません。まだ車価の予定は公表されていないみたいですが、すごく細かいところまで作り込まれているので、今後の発表が非常に楽しみな車になっているなと思います。デザインについては、まずフロントから見ていきたいと思うんですが、ガッと開口部が大きくなったデザインで、このスピンドルグリルとサイドのインテークが一体になっていますよね。この車体はガメタで非常に暗い色なので、この開口部がそんなに目立たないようになってますけど、おそらくボディカラーが白とかシルバーの明るい色になると、このインテークの記載っていうのはかなり攻撃的な印象になってくるかなと思います。ここが全部口がパカッと開いてるように見えるので、実際開いてる面積はそんなに大きくないんですけど、この開口部の大きさの車はそうそうないので、すごく過激なデザインですよね。この LBX という車は、ユニファイドスピンドルという新しいレクサスのデザインコンセプトが盛り込まれていて、フロントのグリル周りがシームレスにつながってるんですよね。普通、今までのグリルはメッキのパーツなんかが縁にあって、レクサスもそうですけど、スピンドルはここだよっていうグリルはここから始まるよっていう縁がメッキパーツであったんですけど、どんどん EV が増えたり、モノ全体の車だけじゃなくて、いろんなモノ全体のデザインがモダになってシンプルになっていってるので、それに合わせて、そうやって縁をわかりやすくこうつけてメッキで飾るんじゃなくて、よりボディと一体になるような、そういうグリルを作ってきてるんですよね。まだ割合的には、こういうユニファイドスピンドルみたいなグリルとボディが一体になってるような、そういうデザインの車は特に日本だと車種が少ないので、違和感をパッと見て感じる方もいるとは思うんですけど、どんどんヨーロッパでこういう流れの車が増えてきているし、まあ、今後間違いなくこういうデザインに向かっていく流れが加速していくんじゃないかなと思います。数年経てば、全然違和感がない、そういうデザインに見えてくるかなとは思います。本当に人間って不思議なもので、ちゃんとよくできたデザインであれば最初、見慣れなくて気持ち悪くても、見慣れて時間が経つと見慣れてくるものなんですよね。そこを計算した上で、デザイナーっていうのはデザインしないといけないので、非常に難しいというか、最初はガンガン叩かれちゃったりするものなんですけど、この LBX もデザイン自体はすごくしっかりしているので、今後、どんどん受け入れられてくるかなとは思います。開口部の大きさは、こっちの標準のモデルは、ここの面積ぐらいに見えるので、結構控えめで、より上質に、上品に落ち着いたデザインにしてるっていう感じですよね。なので、今回の RR コンセプトの方が、ぐっと口が開いていて、非常に違いがあって面白いんですけど、こっちのモデルはもう円がピチッとここで分かれていて、ガーッと口が開けたデザインになってます。ただ、メッキで打ち取ったはしていなくて、うまく立体的にこのグリルと、ボディを分けているので、非常にシンプルではありますよね。
よく見ると、このバンパーの造形っていうのも、こういう形になっているわけではなくて、造形的には、この下からフロントのリップがぐーっと上がってきて、フィンになっていて、こういう一枚の板ですよね。一枚の板として造形されていて、フロントの上のバンパーの型はここでスパートネ切れてます。で、この切れたラインっていうのが横のこっちのネサイドのプレスにつながっていて、非常にネこの辺の構成もうまいんですよね。元の LBX っていうのは、このサイドのプレスが唐突にちょっと出てくるようなデザインではあるのでまあ、分厚いボディをまとめようとするとここにプレスがあるのは仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、この辺のねまとめ方が少し違するなって前ちょっとね思って言ってたりしたんですよね。解説動画で言ってたりしたんですけど、それが今回は新たなねこういう切り方をすることによって非常に綺麗にまとまってます。この綺麗な収まりを見るとね、なんか LBX がデビューする時からこの顔も作ってたんじゃないかってぐらいね非常にうまくまとまってるなと思うんですけど、それに加えてさらに猫の絵樹脂のフェンダーなんかも黒じゃなくてですね、ボディ色になって膨らんでいたりとか、細かいところまでね変更が加えられてます。はい、でですね、もう一つ大きいポイントがあるんですけど、それがまこの差し色ですよね。この黄色いラインだったりキャリパーの黄色だったり、あとねシートベルトにも実はよいしょ、これかな。こんな風に黄色が入ってるんですけど、この色の入れ方も絶妙です。今回、この LBX は会長の、モゾさんの愛車として愛車コーナーみたいなところに展示されていたんですけど、モゾさんの色がね、なんて言うだろう、テーマカラーというかシグネチャーカラーっていう風に、ニュースリリースに書いてありますけど、は、一番好きな色なのかな、その色がイエローなんですよね。なので、イエローを各所に散りばめているっていうね、そういうデザインになってます。で、この黄色っていう色は、やっぱり差し色としては、差し色界ではもう一番と言っていいぐらい、非常にエロンな色に相性がいいし、小さい面積でぐっとね、引き締めてくれるような、そういう色になっているので、非常にですね、このガンメタとあって、ですね、いい配色になってます。しかもね、入れる面積も絶妙なんですよね。このラインだけ入れたりとか、キャリパーだけ入れて、ミラーを猫をマッキキーにしたりとかせずに、ですね、非常に小さい面積でさりげなくまとまってます。やっぱりこのあたりもね、レクサスっていうのは日本のブランドですけど、やっぱりブランドとしてしっかりね、確立されているので、デザインのレベルが高いですよね。結構日本のメーカーは、ですね、差し色の面積を大きくしすぎて、特にオプションパーツとかだとマドレとは言わないですけど、ミラー全体に色を入れたりとか、なんか色のついた太いラインが車ぐるっと、周囲に巡らせたりとか、まさし色にしてはちょっと面積が大きすぎて目立ちすぎるよね、みたいなそういう車が結構あったりするんですけど、このね LBX は非常に、その辺の面積の管理というか、差し色の入れ具合っていうのがうまいなと個人的には思います。はい。ということで続いてこちらリアですね。リアビューも非常に、かっこよくまとまってるんですけど、大きな変更点としては、最初というかさっき言ったね、このフェンダーの色とあとはこのリアバンパーですよね。バンパーの造形が実羽がっつり変わっていて、元のデザインはねこんな形になってます。控えめにですね下にダクトが入っていて、ここにエルのねメッキのガーニッシュがえついていたりとか、うまくこの縦幅がねどうしても重横引き的にねコンパクトモデルっていうのは高さが気になってしまうので、それをうまくロアドワイドに見せるようによいしょ。こういう風にですね脇にサイドにねメッキを入れて車の幅を出してあげたりとか、あとはプレスをピチッとここでね区切ってあげてうまく立体感を出してあげたりとか、いろんな工夫でですね綺麗にデザインされているんですけど、今回のよいしょ、この RR コンセプトはですね底のダクトの大きさがね非常に大きくなってます。ここに多分ねちゃんと穴開いてると思うんですけど、空気抜きのがあって、フェンダーのねこの辺の折って。このデザインは、抜いてあげるっていう、そういうデザインですよ。あとはさらに、この辺のバンパー下。っていうのもディフューザー造形が見えますけど、まあ、ここもですね、あんまりグッと、高ディフューザーの造形を上まで、勝ち上がり樹脂パーツを入れて、ですね、尻上がりの印象っていうのを出すことなく、うまくね、狭い幅でデザインがまとめられてます。多分ここはえぐっと上げてくるとね、このナンバーの置き方が難しくなったりとか、これを避けるとですね、86BLZ みたいに、こういう形になると思うんですけど、そうするとスポーティーになりすぎてね、ちょっとデザインも複雑になっちゃうので、うまくバランスを見ながら、ですね。
この辺の高さに落ち着いてるのかなと思います。ま、非常に阿部がうまいですよね。この LBX っていう車は、小さい車ながら、エラグジーリーで、非常にま値段も高い分高級車になっているので、その、品上品な、しなっていうの崩さないように、うまくスポーティーにしているっていうのが非常にレクサスらしくて、ですね。ちゃんとブランドも守っていて、素晴らしいなと個人的には思います。内装なんかもさっき、ちょこと出ましたけど、こんな風にね、いろんな色で、ね、オーダーができるんですよね。ま、その分ね、色踊り時全部自分好みで、ね、オーダーすると値段上がってきますけど。